ガツガキレイは、フィール、制作による日本のテレビアニメ作品。2017年4月から6月まで放送された。キャッチコピーは、私にとってそれは、まるで月明かり。2017年1月30日、完全新作のオリジナルアニメとして、4月から放送と発表された。この時のキャッチコピーは、アイラビューを創薬したのは、ダザイだったか、創籍だったか。 監督は、エンジェルビーツや暗殺教室などで知られる、騎士聖児。シリーズ構成は、デジモンアドベンチャートライや、アイカツスターズ。などで知られる、柿原優子。キャラクター原案は、君の水臓を食べたいのイラストで知られるラウンドロー。アニメーション制作は、やはり俺の青春ラブコメは間違っている。俗などを手掛けた、フィールが担当する。 キャラクターデザインは、ようこそ実力史上主義の教室へ、や暗殺教室で騎と組んでいる森田和明。3月20日、第1話先行上映会が行われた。本作はアフレコではなく、プレスコで制作され、2016年8月から始まったキャストの収録はすべて終了していることが明かされた。 プロデューサーの南健と騎士が2014年9月頃、リアルな人間のドラマをやりたいと構想を始め、映画、玉子ラブストーリーの公開に影響され、恋愛ものに決定した。高校生を描いた作品は、多数あるため、学校や家といった風がある中学3年生という、年齢が選ばれた。舞台は、都会でも田舎でもないところで、東京から遠くなく、ロケハンしやすい川越えとなった。 美少女アニメ風のキャラが合わないということになり、早川文庫 JA の SF 小説の表紙を手掛けるイラストレーターのラウンドローをキャラクター原案で起用している。ロゴサブタイトルデザインは内子がともゆき茶プロダクションが担当。水色が小太郎、ピンクは赤根をイメージして書かれている。ロゴは現役の中学3年生1クラス全員に書いてもらった文字を書いたい。 再構成して作られている。エンディングでは、毎回男女のやりとりと思われる、ラインの画面が流れていたが、最終話のエンディングで成長した小太郎と茜の、やりとりであることが明かされた。エンディング後の C パートでは、小太郎と茜のクラスメイトや、担任の園田に焦点を当てた、ショートエピソードが放送された。川越の中学校に通う小説家志望のあずみ。 コタロウと陸上部の水野茜は同じクラスになったのをきっかけにお互いを意識し始め、ある日、コタロウが茜に告白し、ぎこちない交際が始まる。少しずつ仲を深めていく二人だったが、茜は父の転勤で千葉の高校に進学することになる。茜は遠距離恋愛になる不安を抱えるが、コタロウは茜との交際を小説に綴り、小説投稿サイトに投稿する。 それを読んだ茜は小太郎が自分に寄せる強い思いに涙しながら街を離れる。最終話のエンディングでは小太郎と茜が遠距離恋愛を続け結婚し子供が生まれるまでが聖書画で描かれた。サブタイトルに実在する詩や小説など文芸作品の題名が使用されている。2017年9月27日にブルーレイディスクボックス初回生産限定版を呼び、 DVD ボックス初回生産限定版2018年に通常版が発売された。ライターの大仙熊尾は放送中、ツイッターのタイムラインに視聴者の悶絶する悲鳴が並ぶことを紹介、深夜の濃いテロアニメと評した。アニメ公式ツイッターは上記の記事を引用してぜひとも流行らせていければと濃いテロハッシュタグをつけてツイートした。 2017年7月30日に開催された川、コスモマンドー夏祭り内に、本川越駅前ステージにて開催された、川越浴衣祭りとコラボを実施した。監督の岸誠二と、水野茜役の小原義美による、スペシャルトークショーを開催し、浴衣コンテストの特別審査員としても参加した。2017年7月25日から8月24日まで、スマートフォンアプリ、 舞台巡りを使ったデジタルスタンプラリーイベント、鉄道で巡る、埼玉アニメ漫画横断ラリーを実施。2017年8月26日、27日に行われた埼玉西部ライオンズ対オリックスバファローズにて、埼玉が舞台、または関わりのあるアニメ、漫画8作品がメットライフドームに大集合するイベントに、本作も8作のうちの1作として参加した。 ありがとうございます。